愛子です。今日は美浜工場にやってきました。麻雀、卓、そして牌だったりがここで製造されてるわけですね。そちらを見ていきたいんですけれども、私一人じゃわからないのでこの方お呼びしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前は？太陽技研の古田です。役職は？主任です。古田さん、今日は、はい、こんなに大きい工場で、はい、いろんなものを見せてくれるってことなんですけれども、案内お願いしてもいいですか？はい、かしこまりました。よろしくお願いします。では早速行ってみましょう。つるしない？さあ、着きました。ここでは製造が主に行われている工場ですか？はい、そうですね。大きいですけど、ちょっとまた入りにくい扉ですね。あ、もう全然いいんですか？はい、行ってみますよ。失礼します。はい、お邪魔します。こんにちは。すごい広いけど、早速私の知ってる者たちがちらほら、はい、いらっしゃいますよ。こんにちは。そう、こちらで職人さんが組み立ててる、はい、そうですね、枠だとかっていうのもこういう形で手作業で、すごい、センタージョージの枠の部分があります。はい、枠も一個ずつこうやって手作業でやってるんですか？そうですね、はい。そして出荷する前にですね、ちょっと全体像は映せないんですけども、300回テスト、動作確認をして、すべて動作確認をして出荷という形になります。弊社の方で製造を組み立てさせていただいた機械はすべてですね、こちらのような、検査機に乗せて、はい、300回の動作確認、はい、させていただいております。それで OK 出ないと次へ進めないんですか？はい、この子は。そうですね、なんかかわいい。そうですね。で、途中で、はい、トラブルが発生したら、はい、ちゃんとお知らせる、まあ、トランプなどもついてますので、300回の途中でトラブル起きた場合はどうなるんですか？もう一度手直しして、もう一度300回っていう検査をしております。じゃあ、体調良くしてまた戻ってくるんですね。そうですね、はい、いや、でもこの機械面白いですね。さすが300回繰り返されていくこの配達ですね。はい、そうですね。麻雀牌に関しての製造は中国でやってるんですけども、はい、で、中国から入荷したものを全てそのまま出荷ということはせずにですね。え、なんでですか？やはり日本人の目で、ちゃんと見て出荷っていう形を取らせて、会社の人間でチェックしてるんですね。はい、取ってもらってます。それがここ？そうですね、こちらになりますね。ここは？こちらで先ほど申し上げた検品、パイの検品ですね、うんうん、を見ております。今お姉さん一人でこうやってるのは、はい、パイのチェックと、はい、包装？そうですね、包装もやっていますけど、我々の基準では結構厳しい目で見ているつもりです。ちょっと不良のものを見てみます。ああ、すいません。失礼します。これダメなやつ？そうですね、この3つもうすでに不良として分けられてます。何がダメなの？全体的に見てると、これはまず表の黒点ですね。いやこれ黒点じゃないよ別に、はい、これダメなの？これですか？そうですね、多分カメラにも映るレベルではないかなとは思います。後で置いてもらおう、はい、でこれはもう分かりやすいですけど、掛け、あー、これは分かりやすい、はい、 でも何の問題も別にないですよ。やっぱお客様には出せる商品ではないという判断させていただいております。はい、そしてこの3品綺麗ですよ。でこちらが多分背中の多少のこの傷ですね。この光の反射で多少こういや、このレベルがダメなんですか？そうですね、うちはもう NG を出しております。はい、でこちらがですね、
JP、そうですね、家庭用全自動の JP の JP シリーズ来た検査するところになっております。すごい、これもうめちゃくちゃ売れてるからこんなにあるんでしょ。そうです、人気商品の一つとなっておりますね。これは動作確認と動作確認、そうですね、動作確認、ちょっと動かしてみます。中の、この感じ。え、これは、うん、そうするとどうなるの？止まらないといけないのが、ちょっと止まらないんで、うん、それをわざと動かして、ちょっとおかしくならんと。調整してて、直してあげてるんだ。そう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 。いい人じゃないですか。そうです、いい人です。いい人です。そうなんですね。はい、うちの日本の技術者が中国に行って、指導もしてるので、はい、よりクオリティの高いものを、私は入荷、では中国で製造して、輸入、返品ということで、お客様により安心をという形で出荷しております。いや、ここまでしっかりしてるなら、もう安心安全でしょ。そうですね。ありがとうございます。ですね、まだ世の中に発表してないんですけども、うちが今開発してる新商品になります。鶴市内初公開でいいんですか？そうですね、はい、初公開となります。え、見た目はいちごちゃんの色違いにしか見えないんですけど、はい、外には全く変わらないんですけども、中身構造を変えております。で、ちょっと中身説明させていただくんですけども、はい、これを設計した技術者を、はい、に説明してもらいます。西畑です。お、西畑さん、はい、西畑です。よろしくお願いします。西畑はアルテマとかも設計で製造した人間です。もう勝ってるでしょう。もう勝ってはないですよ。今回はね、このパイをだから永遠のその課題としてパイが汚れてくる。パイは使ってると、汚れないよ。汚れないって、それだってどうにもできなくないですか？うん、だからもう接触させてね、パイを必ず油分を取って一晩で有意義にマークしてもらうということです。この中で綺麗にする何かができるってことですか？そうです、そうです。だからパイをだから布で拭きますよね。それをだから自動的に拭くような形ですけど、先輩やってますよ、私も。そうです。それをやらなくても、拭けて、この子は先輩してくれるってこと？そうです、ちょっと見ていきたいです。お願いします。中身だから回転するものがゲートするようになってるんですね。なんか違う、ちょうどだから洗濯機のような形で、くる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 回転させて倒れる。上下運動してる。はい、これを洗濯することによって、この油分ですね、油分。でもただ上下するだけじゃ綺麗になんないですよね。いや、やっぱり布の接着させて、中が布を通ってるんだ。これとワックスをかけてるんですよね。ワックス、よくだから使われる別の洗濯機ということで、はい、これをパイに拭きまして拭き取る。普通はだから洗濯機だと布で拭き取らないとダメなんですけども、これを自動的に機械で拭き取る。すごい、確かになんかモフモフしてますね。すごい、洗濯機が中に入ってるイメージですね、本当に。だからこれを取ることによってね、見せてもらえるんですか、うん、こういうことにワンタッチで取れる。まだこれ確認なんですけど、制限はやってないんですけどね、うん、でこれもだから布を交換するような形になってる。本当だ、若干今汚れてますよね。あ、そこで取ってくれてるんだ、はい、でこれを交換するということですね。じゃあすごい、これが新しい技術、新商品。名前つけるなら何てつけるんですか？先輩ちゃん。先輩ちゃん。先輩ちゃん、いいかも。今からテストで、まあどれだけキープ力、綺麗なままで使えるかっていうのが目視して分かりやすいように、これに今ちょっと落書きさせていただきます。はい、はい、パイに、はい、全面バッテンですよ。はい、本当に大丈夫なんですか？それで、はい、一度落としてないですよ。親御さんも超えてますよ。さあ、どうだ。
どれ？どこ？どれ？わかんない。これっぽいですね。ああこれか、はい、背中のはもうほとんどこれ。まあ、ただですね、我々の歌い文句としては、完全に汚れたものをきれいにするではなくて、一番最初にきれいな状態を常に保つ。長持ちさせるってことですよね。そうですね、不快な気持ちをせずにお客様に打っていただけるような状態を保つっていうのが目標となっております。だから、例えば、まあ、今回こうやって、多少なくなったっていうのは、多少なくなったんじゃ、多少残っちゃったら逆ですね。ありがとうございます。ほぼ消えですよこれは。そうですね、消えたっていうのは事実ですけども、決して汚れたものが綺麗になるというわけではないので。いや、はい、いきなりバッチリもの入れないんでね。そうですね、なのでもしこれを発売する際は、綺麗な状態を保つという部分で、宣伝させていただこうかなと思います。なるほど、はい、いやそれは素晴らしいです、はい、長持ち大成功ですよ。だってこんなにあんな汚かったとか。そうですね、履きすぎでしょ。汚れっぽいのがないよ。あっても本当本当ちっちゃいのぐらいで、サラサラしてますよまだ。実際あの自信はない。カメラに向かってもう一回。自信はない。いやない。世の中の先輩で使ってる時間ほとんどいらなくなりますね。これを目指したいなと思っております。ただまだ当然クリアすべき課題っていうのがありますので。まだ、まあ、それでもあるんだ。もっとクオリティを上げていきたいっていうのがありますので、まだいつ発売っていうのは明確に申し上げることができないんですけども、これを世の中に発表するときは胸を張って、発表できるよう尽力いたします。楽しみですね。いや本当に画期的な商品ばかりありがとうございます、はい、ありがとうございます。この灰の中身ってどうなってるんですか？まあ、当然そのマーガンついたというとね、はい、色別判別しますからね。それだから全て磁石でやってるんです、うん、あ、磁石、ね、磁石でどの表を上がっていくわけです、うんうん、で今回のレックスの特徴としてはドラをめくれるような形です、ね、そう。これは通常はだからそのひっくり返すところのものに磁石がついていればいいんですけども、うんうん、ドラを使ってますので表と裏、はい、でね、そちらの方も全てだから磁石を引くように均等にセンターに出るような形になってるんですね。磁石はこれですか？これです。これがセンターの方についてるんですね。こういう真ん中に、はい、中にこの中心に入ってるってことですか？そうです。で、通常はだからこういう形についておったんですけども、ついておるとパイの割れが発生しますので、うんうん、今回だから上と下が有効になってますので縦向きに置いたんです。縦向き、はい、それとなおかつセンターに置くことによってドラムをめくるような形とパイの割れの発生を少なくするね。これはね、青じわ先に、すごい青じわ先に焼けるんです。ほんとだ。青じわ焼けたらこのフェライトを入れるんで、白じわ入れる。青入れてフェライトを入れて白を入れる。磁石入れて、はい、白を入れる。そうです。であと色を塗る。で色を塗るの、はい、それで完成。そしてこれ展望があるんですけど、この横にあるこの細いの何ですか？これアイリティープ、だから基板が入ってるんですね。この中にこれが入ってるってことですか？だからよく車の ETC とかありますよね、はい、あれの小さい版ですね。 ETC の小さい版、わかりやすい。それを値段安くして麻雀の機械に使ってるだけで。触っても大丈夫ですか？大丈夫です。失礼します。薄っ。じゃあこれが安定、アンテナなんですね。これが読み取ってるんですか？この読み取ってます。アンテナで鉄板に出して読み取ってますね、うん、それでこれも鉄板型は磁石実物ですからリーチっていうのがあるんです。あ、言ったなんかこれなんか魚の骨みたい。このアンテナを利用してリーチっていう磁石型だから上下するような形になって、うん、センサーで読んでるんです。そんな技術がこの中に入ってるんですか？だから今までの、リーチ音の発生は色で識別してるんですけども、今回は磁石で識別してます、はい、中身もじゃあ進化してるんだ。そう、ね、今日はたくさんの技術と新しい世界見せていただいてありがとうございました。ありがとうございます。
これからさらに発展していく麻雀界、そしてこの太陽技研の工場も含めて麻雀にとっては欠かせない存在ですよね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。2人とも丁寧にいつもありがとうございます。すぐみんな頭下げてくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひこうやっていただいて高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では皆さん、またお会いしましょう。さようなら。